おは、日本語の音節の一つであり、かなの一つである、一モーラを形成する、五十音において、第十行第五段に位置する。おの筆順、おの筆順原稿の現代かな遣い以前には、かなの一つとして使われていたが、現代かな遣いでは、各助詞の、お、する、以外は使わず、おのかなで表記していた言葉は、おと書くように定められている。かなとしての、を呼ぶ場合には、あ行の、 音の混同を避けるための、地方によって様々な表現方法が存在する、など。奈良時代には、おは、おお、おは、お、と発音されており明確な区別があった。仮字では、鬼は、い、おく、お、あたる、いん、おつなどの字が用いられる一方、鬼わか、こ、えん、えん、鳥、なる、おん、こし、しょう、しょう、お、あさ、おとこ、ちょ、おすなどが用いられていた。 この時代の日本語では、後藤以外には、母音単独白は立たなかったため、音は後藤においてのみ対立していた。平安時代に入ると、音、おが後藤において混同されるようになり、音、おの対立が消滅していった。混同の早い例としては、平安時代初期の菩薩前海峡に、かけるを、おひとした例がある。十一世紀初頭には、五島の混同例が多くなり、この頃には、発音が、 ほぼ統合されていたと見られる。11世紀末までには、完全に統合が完了した。統合された後の発音については、お、に統合されたと考えられている。東全院神、蓮の、失誕区伝には、あ行のおについて、おは入はないちこれをしかも終わりに、開けれ唇即成時をのおとかずやという記述が見られ、うを発音した後、おを発音する、お、のような発音だったことがわかる。また、 和行の王も、阿行の王と同音だと述べていることから、阿行の王と和行の王が、いずれも、王、になっていたことがわかる。11世紀中期から後期頃の成立と考えられる。イロハウタには、イロハにホヘとチリヌルオがよたれそつねなら、ムウイの奥山京越えて朝き夢見しへひもせすとあり、阿行の絵と野行の絵の区別はないものの、阿行の王と和行の王の区別はある。歌以前の成立と見られる天地の詩や、 大ため何時の歌でも、阿行の尾と阿行の王の区別がある。一方、広瀬里氏による、失誕幼周記には、赤里田那浜やらは一員、池七にひみり一員、うくすつぬふむゆる一員、おこそとのほもよろ一員、えけせてねへめれ一員とあり、野行のい、阿行のえ、和行の尾、う、和行の尾が省かれている。このことから、当時の音韻状態は、阿行のえと野行のえの区別が、すでに消失し、 阿行の音和行の音の区別も同音になっていた一方、阿行の意と和行の意、阿行の絵と和行の絵は依然として区別されていたという状態だったことがわかる。鎌倉時代に入ると五十音の音が入れ違うようになり、阿行にを、和行に、を配置したものが一般に使われた。五中の波行音が、和行に発音される現象が、奈良時代から散発的に見られ、十一世紀初頭には、 一般化した。この現象により、語中、語尾の穂の発音が、お、から、お、に変化し、おと同音になった。波行転庫やいくつかの音節の統合により、同じ発音になったかなが多数生じ、な遣いに同様が見られるようになった。藤原定家はな遣いを定めるにあたり、下官の衆の、いやもじじで六十ほどの語について、お、お、え、え、え、ひ、い いの金ないの基準を示した。定価のかないは11世紀後半から12世紀にかけて書写されたかなの文学作品の要例を基準とし、え、え、え、ひ、い、いの中には音韻が変化した後の金ないをそのまま取っているものがある。また、おと、音の区別は当時の京都における言葉のアクセントを基準にして、おが高い音節、おが低い音節を表すように金ないを定めた。 これは当時、音、おが、いずれも、お、の音になっていたのを、お、の音節を含む言葉をかなで書き分けるための方法として用いたものであった。ただしこのアクセントでもって、音、を区別することは、11世紀後半に成立した、イロハーザ類章において、すでに見られるものである。しかしアクセントによる区別でかなを書き分けた結果、定価のかな遣いでは、お、 おが、音韻の変化する以前の仮名遣いとは一致しないものが多く含まれることになった。例えば、おく、おくる、起こる、音愚かは本来は、おであるが、アクセントによる使い分けに従った結果、おになっており、逆に、おぎ、おしむ、おい、おるも本来は、おだが、おになっている。なお、かおる、さお、いるは本来はいずれも、おだが、のちの、 金文字遣いなどではいずれも、この金で記されている。南北朝時代になると、行話が金文字遣いを表し、金遣いの対象語数は戦後語以上と、大幅に増やした。しかしこの頃の京都方言のアクセント体系には、非常に大きな変化が生じており、アクセントの工程が変化した語も少なくなかった上に、複合語になると、アクセントが変化する現象なども生じていた。 それまでの京都のアクセントでは、二つ以上の言葉が複合語になるなどしてもそれぞれ同じアクセントに保たれたので、同じ語をアクセントにより常に一貫したかなで書くことも可能だったのである。これらの変化により、おの音を含む言葉もアクセントが変化する例が多く、現れ、かな文字使いのおとおのアクセントによる書き分けは、それまでのかな遣いとは食い違うことになった。 このアクセントの変化について、当時の人々は気づくことができず、長兄天皇は宣言書でこの、お、おの書き分けに、当時のアクセントと合わないものがあったことから、定価の定めた金遣いを批判した。しかしこの後一般には、金持ち遣いに記される金遣いが、定価金遣いとして、世に広く受け入れられ、お、おの書き分けもこれが転居とされた。定価金遣いは、 和歌やレンガなど、華道の世界などで広く使われたが、それ以外の分野では、お、および、ご中、ごびの、この書き分けは混用した状態が続いた。16世紀のキリシタン資料における、ローマ字表記では、おとおは、ごとお、ご中、ごびいずれにおいても、うおやぶようで表記されていることから、この時代においても、お、おの発音は、お、であったことがわかる。 江戸時代に反抗された浄瑠璃本では、お、おは定下金遣いにおおむね一致する書き分けがなされていたが、返事法的に用い、文中で、お、おが出てくるたびに、おと、おを交互に用いるなどの用法も見られた。江戸時代の慶中は、万葉集、日本初期などの上代文献の金遣いが定下、金遣いと異なることに気づき、源の順の和名類受賞以前の文献では、 金遣いの混乱が見られないことを発見した。そこで、慶中は、和字小乱章を表し、上大文献の具体例を挙げながら、約3000後の金遣いを明らかにして、金遣いの乱れが生じる前の上大文献に基づく、金遣いへ回帰することを主張した。慶中の金遣いは、慶中の没後に次第に一般に受け入れられていった。また、元織の利長は、自音金なよで五十音図における、 鎌倉時代以来の誤りを指摘し、それまであ行にを、和行に、おが収められていたのを、本来の位置に正した。18世紀中頃には、お、おの発音が、お、から、おう、に変化し、現代と同じになった。教法12年に、江戸で出版された、音玉玉淵集には、うおとう音に唱うることあるとあり、すでに当時の江戸では、おうは、お、ではなく、おう、だったと見られる。 明和八年に髪型で成立した王曲映画賞には、おはうより生ずるゆえに初に美音なるのをとそして、唇に触れてうを問い張るとあるが、この本は実際の口語と異なる洋曲の発音を教えるもので、あるから、すでにこの頃には髪型の口語でも、王は王だったと見られる。明治六年、慶中の金遣いを基礎に、古文献を基準とした歴史的金遣いが、 小学教科書に採用され、これ以降学校教育によって普及し一般に広く用いられた。また、台湾統治時代に台湾語を金表記で示す。際のルールで、王は両用ではなく母音の一つで使用したことがある。詳しくは台湾語金を参照。しかし1946年には、標音式を基本とした現代金遣いが交付され、 現代の発音を反映した奏遣いが採用された。これにより、お、おの表記は語源に関わらず、おに統合されることになったが、女子の、は、へ、おに関しては、使用頻度が高く書き換えの抵抗感が強いため、発音通りに、は、え、おと書くのではなくそのまま残された。このため、おは、女子専用の奏として残ることになった。これは完全な表音式奏使いに移行するまでの、 つなぎの予定だったが、現代金遣いはそのまま定着してしまったため、小幅な修正を加えて、昭和六十一年に交付された、現代金遣いでも、おは女子のみに残された。省略した、使用例を花取らないでください。現代金遣いでは、おを用いるのは、格女子の、お、および、それを含む複合語の、おば、おや、おも、手にお葉などや、制句の、せざるを得ない、やもう得ないなど、 小数の語に限られる。発音は、王であるが、一部の方言では、語中、語尾に限り、歴史的金遣いにおけるお、お、を派行転覆した方、をで発音するため、女子の王も、をで発音する。また現代金遣いの制定以降、女子の、おは、ベータ王で発音するのが正しい、あるいは正当的なのだという誤解も見られる。実際は、女子の、おは、 書き換えの抵抗感が大きいので、の、発音の区別があったならば、歴史的仮名遣いの、を、女子以外は、すべて、をとする書き換えはできなかったはずである。しかしながら、現在では、現代仮名遣いでの、をと、をの書き分けは発音の区別によるものだという誤解に、基づいて、現代仮名遣いで、をと書かれる好み、ベータをと発音する和社もある程度の数存在し、 小学校で教師が現代金遣いに基づいて、おは、お、おは、おだと指導している例もある。これは現代金遣いの思考以降に表記に引きずられて、新たに生じた、綴り字発音の一種とみなすこともできる。歌の場合、お、ベータオーや、ベータオーで発音する歌手がしばしば見られる。しかし、ご中、語尾のおも、同様に発音されたり、ご中語尾のいが、わい、と発音されたり、 女子の部屋語中語尾の絵が10や B で発音されたりする例もあることから、母音連続を防ぐための用法とも見なすことができる。固有名詞では、青旗株式会社、私や薫、真鍋薫などに、をお,おが用いられる例が見られる。地名では、京都府京都市伏見区深草岡屋町、愛知県甘郡飛島村大技、飛島神殿あざだけの悟る尾の割など、 稀に使用される。また、地名を色は順で表している地域において、位から数えて12番目の意味で用いられることがある。陰語、俗語では、オタクや、その省略形の、オタなど、語源に関わらず、々に書き換えることがある。水穂銀行など一部の銀行では、振込の名義人に、王を使用することができない。なお、水穂銀行においては、他の金融機関からの振込入金で、 振込名義人の中に、尾の字が含まれていた場合、自動的に、尾に変換されて、表示、記帳される。自動車用ナンバープレートでは、字面が似ている後の混同を避けるため、尾の代わりに、尾が用いられている。日本国内の鉄道の車両形式では、秩父鉄道が唯一各社の形式記号に、尾を用いている。これは、尾は、旧国鉄以来各社が、 客車形式に用いているため、それと区別するための措置とされているが、他社では、おを用いた、車両形式は存在しない、歴史的金遣いに基づいた五重音順に示す。一下に示した語の、おは、助詞の、おを除いて、現代金遣いでは、すべて、おに書き換える。発音は、標準語や東京方言では、五等、五中、語尾に関わらず、すべて、おである。青、青い。 こう、魚、魚、カツオ、こう、香る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 、さおさおしおり、しおれる、しおり、たおやか、たおやめ、しおり、たおる、じゅう、ま、すらをじょうぶ、だいぶ、み、さお、み、夫婦やおら、お、お、しょう、みね、おか、おす、男とこ、おす、あさ、いおか、おか、陸そが、おか、おかす、おかす、おかす、おがむ、あため、おかめ、 おぎ、おけ、うけら、ち、おこ、おこ、おこがましい、おこぜ、ちょう、おさ、やくご、おさおさ、おさない、おさめる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 、おし、ゆあんやん、おしえる、おす、おした、食ょくす、おそわる、また、へんわか、えん、かなだ、おじ、おじ、おじさん、おじさん、おと、おとこ、おどし、一昨年一昨日少女、おとめ、おとり、おとる、このろく、 おば、おば,おば、おばさん、おばさん、おばさん、おわる、おい、おえる、おみないし、おり、いる、おる、落ち、とこごん、編集機、や、いわく、えつ、えつ、こしまさか、うつ、うつ、つつ,つ、えん、かきと、ここ、えん、えん、うん、わん、えん、えん、ひめえん、うつ、さる、えん、と、うん、おたやか、おし、そ、の、なかえ、かまり、 私感を、ん変を、クラス、アクう、お、お、お、かめ、ひとき、や、つ、つ、んつ、お、お、や、か、し、ん、と、いわしと、ん、変中は、かんよう、ん変中を、く、ん、うん。ありがとうございます。